アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。K1 福岡大会プレリミナリーファイトの第3試合アンダー59キロの契約となっています。寺田拓海 VS 貞松博隆です。宮崎県出身の寺田、そして佐賀県出身の貞松、この両者です。ルール守って先生どうだったか。両者まだキャリアは浅いながらも負けは経験していません。プロ2戦目の寺田、そして奥がプロ3戦目の貞松です。ラウンド1、はい、第1ラウンド始まりました。寺田と貞松、赤のグローブが寺田、青のグローブが貞松です。じりじりとプレッシャーをかけるのは貞松の方か。中村さん、この貞松博隆というのはどんな選手なんでしょうか。そうですね、まあまだねプロのキャリアは浅い選手ですけど、お左ダウンを取りました。ワンチャン取ったのは寺田だ。いきなり来た寺田の左です。相打ちだったんですね、多分。その中でより上回ったのはこの寺田の方でした。さあここからどうなるか。ダメージどうでしょう、上松、貞松。ちょっとそんなにタイミングを合わされたっていう感じですかね。はい、あと今度いくか、貞松か。貞松も格闘キャリア豊富、小学校1年から空手に打ち込んでいます。貞松です。ちょっと出会い頭にうまく合わされたって感じですかね。そんなになんかダメージなさそうですね、貞松。そうですね、はい、動きのキレは全く落ちていません。いやっと今度は貞松の方が来ます。まあでも今も寺田選手同じようにさっきと左フックお互い狙ってたんで、ええ、はい、スイッチして左、そして今度は膝、そしてあここも左のフック、両者打っていきます。2人とも左フックいいんですね。そうですね、相手のパンチは強いですね、ええ、さあこれはもう両者簡単には入っていけなくなってくるのか。いやそれでも前に行くのか。行きます、貞松。寺田も行く、左のフックです。先ほどダウンを取ったパンチ、ブレイクブレイクがかかります。ホールディング注意です。青ホールディング注意。ただいま青の貞松選手、ホールディングに対し注意が与えられました。強い攻撃ありますけれども、この中でどうかいくぐっていくかになりますね。そうですね、結構2人ともねこう攻撃を強振するタイプなんで、左左、そして右も合わせて、さあ右ストレート、右ストレートアゴを貫いて、そして試合が終わりました。いや強烈でした。中村さん、本当にやっぱさ左フックだったと思うんですけど、ここから最後はタラの試合1ラウンド2分6秒、1ラウンド2分6秒、1ラウンド KO となりました。寺田拓海選手の KO 勝ち。とんでもないパンチ力見せました寺田拓海。4月のデビュー戦に続いての勝利となりました。貞松は支えられてのこれ、はい、笑顔が見えましたが、ダメージがやはり大きそうです。サー選手も勇敢に打ち合ったんですけどね、はい、勝ちました寺田選手にはトロフィーが、これが1回目のダウンです。そしてこれが最後のダウン。寺田選手はあれですね、ここまあ、デビュー戦だったんですけど、こう行くときにまとめるときのこう回転力というか馬力というか、いいですね。倒し切りました寺田拓海。KO勝利した寺田選手にはエコ信頼サービス株式会社様より KO ボーナスが贈られます。今大会 KO した選手にはこちら KO ボーナスも贈られます。まあ、寡黙なんですねこの寺田さんの場合、表情を変えずに。で、ね、まあ、でも結構ね、試合を見ても分かる通り、もう試合はガツガツいくタイプなんで、はい、またここからつながる勝利選手退場、はい、さあ寺田拓海2連勝場内の皆様にご案内申し上げます。その2勝目は見事な KO 勝利でした。マスクは常時着用をお願いします。また大きな声を出して